お花紙を使って簡単で1年生でもできるちょっと大きなコスモスの作り方です。屏風折りが難しい場合はお花紙の花子ちゃんを使って最初に折り目を入れておきます。3、4枚のお花紙を置いたら花子ちゃんで屏風折りにします。しっかりと折り目をつけます。これを1枚ずつにバラバラにします。一人の子供にこれを一つずつ渡します。この細長いのを半分に折って輪になっている部分をホッチキスで留めます。並んで持ってくるようにするといいでしょう。ホッチキスで留めてない方を斜めに切り落とします。こんな風に箇所先が尖るように切ってください。ハサミの奥の方を使うとうまく切れます。それから開いていきます。開くときにこんな風に折りつぶすようにして開きます。パッと開いたままだとすぐに戻ってしまいます。折り山をしっかりと潰していきます。最後にグッと押さえてぺっちゃんこにします。黄色い画用紙を丸く切ったものに糊をつけて、ちょうど中心にギュッと貼り付けます。コスモスの花びらは一枚一枚に分かれていますので、手で適当な大きさに裂いていきます。この時に細かくなりすぎないように気をつけましょう。これでコスモスの出来上がりです。こちらは子どもたちが作ったものです。ピンク系で色を変えてたくさん作って飾りましょう。